京都を神五郎や今城塾は越前国南城郡にあった北陸道の宿場で現在は福井県南越前町に位置する2021年8月に南越前町今城塾伝統的建造物群保存地区の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている今城は幾重にも山が重なり北陸随一の南城を背に京の都から 北陸地方への玄関口に位置しているため、古くから交通の要衝であり、江戸時代には参勤交代のための越前有数の宿場町として栄えた。現在もなお、当時の面影を残す町並みが残されている。2020年12月14日、南越前町は国の重要伝統的建造物群保存地区に申請した。福井県内では、熊川塾、小浜西組が、 すでに選定されている。対象は、今城塾の旧北国街道約 1.2km 区間に面する建造物などで約9.2ヘクタールのエリア。同エリアは通りに古い趣もむきある建物が並び、江戸時代に建設された建物が8棟残る。また、昭和30年代以前に建てられた伝統的建造物の対象が約160棟あるが、景観の維持、 復元について所有者の同意が得られた118棟を同建造物として申請する。道庁は2017年4月より今城宿の調査に着手し、2019年12月には地元住民らで作る今城宿町づくり推進協議会の協力を得て住民向け説明会を開始、9回の説明会が開催された。道庁ではこれをテコにしての観光活性化やの 飲食店への転用、移住者の呼び込みに活用したい方針。江戸時代には15軒の酒屋がの木を連ね、街道を行き来する旅人の喉を潤した。現在も今城には街道沿いに作り酒屋が4軒ある。当地のそばは古来より今城塾を訪れる旅人との楽しみの一つであった。歯応えと風味の良さで知られる。明治時代に鉄道が開通し、 今城駅のプラットフォームに停車時間を利用した立ち食いそばが誕生したことがきっかけで全国ブランドとなった。2020年現在、今城のそば店は12軒ある。その他、そば粉を使った半生そばやお菓子などの土産物がある。ABCD 北国街道今城熟散策マップ福井県若狭湾観光連盟公式サイト。 一般社団法人若狭湾観光連盟。2020年12月26日閲覧。今城塾を、おもでんだてに申請。南越前町、福井県内で3例目。福井新聞。 https://www.hokurikushinkansen-navi.jp/.pc/.news/.article.php <ッ>、ok、id="news0000260272020 年12月26日」閲覧ありがとうございます。